朝 10時じゃない朝8時15分です、これから、8時半になったら黒犬おじさんは内科の病院に行ってきます。これは特に問題があることではなくて検査ですね。毎月恒例の検査になります。で、今日はゴールデンウィーク明けということもあるし、予約というか順番が13番ということで結構遅い時間になるかと思います。ということは行った先でだいぶ待たされるので、せっかくのこの iPad ですね、これを使って、歌詞にコードをつける作業というのを現場でやってこようと思います。これだけコードのない歌詞をですね用意して、これが、iTunes の中に入っている、曲がコードが抽出できるというアプリがあります。これによって、今日はちょっと撮ってこようかなと、それで時間を潰そうと思います。ということでした。病院で今10時半ぐらいです。2時間でしたね、十分歌詞を、コードを抽出する2曲半ぐらいできることになりました。いいですね、有効活用できています。今家に帰り着いてご飯を食べたところです。11時ちょっと過ぎたところですね。で、これが今日の成果、これは白くて映るかな、ですね、こんな感じに今なっています。まだ用意があるな、これは途中ですね。そして、このコードが、このまま弾いて大丈夫かどうかをこれからギターで確かめてみるところです。午前7時に目を見る前から A フラット。おー、マシンガン。秦野にあるドライフラワー。ドライフラワーの教室はこのようなところで開催されています。味のドライフラワー、そして、造花もすごい量ありますね。すいません、はい、脱線してしまいました。これちょっと途中からその場に戻りに戻れない変化。